どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、一週間のね、キャッシュレスであったり、航空会社、ホテルとかね、ここら辺のニュースね、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらの動画ね、毎週やらせていただいてるんですけども、このシリーズ好きですっていうね、コメントを最近よくいただいてるんで、本当に嬉しい限りです。本当にありがとうございます。ということで、今週もね、やっていきましょう。 はい、ということで、えー、早速ね、内容に入っていきたいと思うんですけども、まずね、amazon のセールが3月1日からね、開始になるということで、セール品をね、ちょっと見せますということで、一部ね、事前公開されております。3月1日の9時からね、こちら始まるわけなんですけども、今回新生活がね、メインになってるんですけども、amazon のデバイスとかもね、安くなっておりましし、まあ、私としてはですね、アンカーの商品をね、毎回セールのたんびにね、あの、いくらぐらい下がってるかね、チェックさせていただいてるんですけども、こちらね、100ワットなんですけども、私はね、これね 67をね全開ぐらいからね、導入して利用させていただいてるんですけども、これめちゃくちゃいいですね。USB ポートの C が2口、A が1口ね、ついてるんですけども、やはりね、3つ。 つあるとね、あのほとんどの充電機器ねなんとかなるっていう風になりますんで、しかもね、まあこの100ワットだとねまあまあするんですよね、8000ぐらいするのかな。まあこれ67ワットだとねもうちょっと下がったりいたしますので、何個かね iPhone、iPad、MacBook とかね持っている方で、まあ全部充電されたいという方はねこれめちゃくちゃいいですね。まあ私はねこういう仕事している関係もあってね、飛行機の中とかラウンジとかでね結構充電したりするんですけども、まあそういう時にですねこの三つ口があるってはね。 本当にめちゃくちゃ便利ですね。 ま、一応こういった感じで3月1日からですね、セール始まるっていうふうになりますんで、気になるものございませんかぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次に楽天リーベイツで、え、iPhone のね、セールが行われてるっていうふうになりまして、え、2月の29日、23時59分まで楽、楽天リーベイツを経由して、Apple の公式サイトで対象の iPhone を購入すると、ポイント5%還元ということで、iPhone ね、15も5%還元でね、購入することができるっていうふうになりまして、 またね、この楽天リーベッツっていうのはね、楽天のポイントサイトっていう風になりますので、この5%っていうのはね、楽天の通常ポイントで貯まるっていう風になりますので、もしね、iPhone15、えー、購入される予定のある方はですね、こちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。大体いいね、12万円で5672ポイント、えー、貯まるっていう風になりますんで、楽天の通常ポイントはね、ANA マイル、JAL マイル、マリオットポイントにも交換することできますんでね、これはいいですよね。ぜひチェックしてください。 それでは次にですね、こちらね、結構私の動画を見てる方ね、楽天バリアブルカード、楽天ギフトカードね、購入されている方結構多いと思いますので、こちらね、ぜひエントリーしておいてください。対象店舗でキャンペーン期間中に楽天ギフト、バリアブル1万円以上購入していただくと、購入チャージで200万円分山分けプレゼントということで、こちらね、2月の16日から2月の29日やっているわけなんですけども、この期間にね、楽天バリアブルカード1万円以上ね、購入された方は、こちらね、エントリーしておくと、もしかしたらもらえ いるかもしれない3月31日にね冬予定っていうふうになっているわけなんですけどもアメックスのクレジットカードからねお得に楽天ギフトカードバリアブルね購入していただいて投資新宅で、ね、購入されている方はも私まで、ね、ずっとやってるんですけどもこちらねやられている方はですねまぁ、あ、3 3 3 3円でやってる人が多いのかなまあちょっと金額はわかんないですけども1万以上ね購入されている方はこちらね、えー、山明プレゼントね参加できるっていうふうになりますんでこの期間にね購入された方もしくは購入できる方はですねぜひねエントリー しといていいくださいそれでは次ですね、こちらね、非常にびっくりしたわけなんですけども、私ね、ANA の、私は JCB の SFC 持ってるんですよね。まあ、それが、あの、SFC ついているね、ANA カードっていう風になるわけなんですけども、メール来ている方限定、一応ね、myjcb にログインするとね、このバナが出る方もいらっしゃるみたいなので、もしね、ANA の JCB カード、 もしくは JCB カード保有されている方は、こちらね、ぜひチェックしてください。myJCB アプリログインするだけでギフティポイント500円分プレゼントということで、このギフティボックスっていうのはね、まあいろんなポイントとかね、ローソンのお買い物券とかね、まあいろんなものに交換できる電子ギフトになるわけなんですけども、 これめちゃくちゃいいですよね。私ね、これメールが来ておりまして、本当にログインするだけでもらえるそうですので、ぜひやっといてください。それでは次です。なんとですね、とうとう来ました。マリオットボンボイのね、こちらアプリでね、検索させていただいたんですけども、ずっとね、私の動画で言ってると思うんですけども、えっ、ー、と、マリオットボンボイホテルは MGM グループっていうね、 ラスベガスのベラージュルとかのね、加盟しているホテルなんですけども、それがね、マリオットボンボイと戦略的長期ライセンス契約っていうのを結んだんですよね。まあそれが、えー、去年の7月とか6月とか、まあそこら辺だったと思いますけども、まあ年内開始すると言われて、結局、えー、年始まで過ぎて、まあ結局ね、 やっと、えー、利用することができるようになりました。で、またね、マリオットの公式サイトの方で、えポイント宿泊とかもねえ、見ることができるようになりましたので、こちらね、狙ってた方はぜひチェックしてください。まだね、ベラージュはね、入ってなさそうなんですけども、まあ70ドルのね、宿泊が、え、本来かかるホテルも5000ポイントとかでね、マリオットボムポイントね、宿泊することができるっていうふうになりますんで、まあ、ホテルによってはですね、お得じゃないところもあるんですけども、まあ、お得なホテルもね、全然ある っていう風になりますのでこれはめちゃくちゃいいですよねまあちょっとねリゾート料金はかかってきてしまうかもしれないんですけどもまあね70ドルするホテルに5000ポイントで宿泊できるのであればまあ、1ポイント1円以上でね利用することができると思いますので今後利用される方は現金決済とねえぜひ比較して利用ねしていただければなと思います それでは次にですね、PR タイムスでプレスリリースで出ております。旅のスブスクハフに人気観光都市のホテルが100施設追加ということで、なんとね、アメリカ、ヨーロッパ、メキシコ、カナダ、この月額接触サービスでね、利用することができるようになるということで、 こちらめちゃくちゃ朗報ですよね。非常にびっくりしたわけなんですけども、今もね、アメリカ、ハワイとかはね、対象ホテル入ってたわけなんですけども、まあそれ以外のロスはサンフランシスコ、ニューヨークとかね、ここら辺は利用することができなかったわけなんですけども、えー、今回ね、対象エリアに入ってまいりました。こちらね、あのハーフの公式サイトなんですけども、アメリカだとロサンゼルス、あとカナダも、えー、利用することができて、モントリオール、ニューヨーク、トロント、あとメキシコとロサンゼルス、 サンフランシスコも確かあったと思うんですけども、サンフランシスコもありますね。まあちょっと対象のホテルはね、ちょっと少ないですけども、このロサンゼルスに関しては、えディズニーランドのね、近くのホテルとかもかなり対象ホテルがね、増えておりまして、ディズニーランドホテルとかもね、対象に入っておりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。ぜひね、気になる方チェックしてください。エンバシースイーツヒルトンとかもね、 入っておりましてディズニーグランドカルフォリニアホテルスパとかね、ここら辺も、えー、利用することができて、ディズニーランドホテルとかもね、入っておりますんで、これすごいですよね。で、私のね、大好きなニューヨークも今回ね、入ってきたということで、 はい、これがね、ニューヨークの一覧になるわけなんですけども、まずヒルトンミッドタウンですね。これはね、本当にびっくりしましたね。ヒルトンミッドタウンね、えー、私の中でね、ヒルトンホテルで、ニューヨークでね、一番おすすめなのどこですかって聞かれると、まあ、ヒルトンミッドタウンかコンラットミッドタウンっていうふうに答えることが多いんですよね。やはりね、このヒルトンミッドタウンとコンラットミッドタウンって本当に隣同士に立ってるんですけども、やはり場所がいいのとですね、このヒルトンのミッドタウンはね、日本の の観光ツアーとかね、入る方やっぱりニューヨークって回るとこすごい多いんでね、入る方多いんですけども、このヒルトンのミッドタウンの 1>, 1階がね、集合場所になってることが非常に多いんですよね。ですので、観光にもいいですし、場所もいいですし、えー、またね、セントラルパークの方にも観光しやすい。で、ミッドタウンエリアはもちろん観光しやすい。まあ、下の方はね、ちょっと観光するにはね、あの、距離的にはあるんですけども、やはりね、あの、エンパイアステートビルとかはね、ここら辺にあって、またね、えー、ミッドタウンもね、観光しやすくてね、この上のら辺のタイムズスクエアら辺にね、私は宿泊するのは非常にお勧めさせていただいてるんですけども、 これがね、入ってきたってのはね、非常にいいですね。まあ、それ以外にもですね、ちょっとブルックリン側になりますけども、スプリングヒールとかね、これですよ。プリンスホテル北のニューヨーク。まあ、こちらね、細かい話でしたと思うんですけども、北のホテルってありますよね。ニューヨークで、まあ、知ってる方いらっしゃると思うんですけども、北のニューヨークっていうね、日系のホテルがね、あったんですよね。それが去年ね、 プリンスホテルに加盟したということで、今ね、プリンスホテルの、まあ、ステータスが使えるホテルになったわけなんですよね。まあ、これがね、なんとハフで利用することができるっていう風になりますんで、これもね、非常にいいですよね。また、それ以外にもね、シェラトンタイムスケア、こちらもね、非常にエ,エリア的にはね、タイムスケアに近いんでおすすめなんですけども、 まあ、ここら辺ね、宿泊することができて、できるっていう風になりまして、このヒルトンミッドタウンはね、結構ね、コイン数がね、一番少なくていいかなっていうところなんですよね。まあ、それ以外にも、マリオットマーキーズとかね、私、2022年から3年のカウントダウン参戦した、本当にタイムズスケアの目の前にあるホテルなんですけども、ここもね、利用することができるようになったということで、これはね、めちゃくちゃいいですね。 はい。で、で、それ以外にもですね、今回ね、サンゼルス、サンフランシスコ、ア,ナアメリカ、ハナハイム、ニューヨーク、あとパリとかね、またね、イギリスのロンドンであったり、イタリア、ローマとかね、イタリア、ミラノとか、イタリア、ベネチア、イタリア、フェレンツェ、スペイン、マドリード、スペイン、バルセロナとかね、非常にね、 多く施設ね、追加になっておりますんで、全部で100施設追加になってますんでね、気になるエリアございましたら、ぜひね、チェックしてください。で、チェックはしてほしいんですけれども、このね、ハフっていうのは、毎年ね、あの、年に数回になると思うんですけども、招待キャンペーンであったり、あの、ハフのね、月額料金をね、あの、割り引いてコインがたくさんもらえるキャンペーンとかもね、定期的に開催されますので、今ね、加入するのではなくて、次の入会キャンペーンで待って入会していただくのがね、おすすめっていう。 いう風になりますそれでは次にですね、先日ね、えー、トランプホテルのハワイのホテルが、えー、ヒルトンホテルの、ね、LXR になりますよっていう話をさせていただきまして、まあ、つい先日もですね、こちらの話軽くさせていただいたんですけども、 このね、LXR10 万ポイントね、スタンダードルリバード利用することができて、ヒルトンアメックスのえウィークエンド無料宿泊特典もこちらのホテルで、ね、利用することができるっていう風になります。こちらはね、もしかしたら今後変更になるかもしれないんですけども、まあ、現時点ではですね、利用できた方ね、いらっしゃるということで、ぜひね、こちらは覚えておいていただきたいのと、このね、元トランプホテルね、LXR ホテルね、まあ、私、ハフの時にね、2023年去年か。 はい、去年ね、あの、ハワイ行った時ね、息子と宿泊させていただいたんですけども、このね、LXR のホテルはですね、なんとね、一室、大人4名までね、利用することができるんですよね。で、4人まで利用することができて、ポイントも同じ10万ポイントで利用することができるっていう風になりますんで、4人家族でね、ハワイ毎年行かれるっていう方は、 このホテルね、添い寝とかね、気にしないで利用することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。しかも、ウィーケンの無料宿泊と、 特典もね利用することができるっていう風になりますんで私もね4人家族になりまして今はねまだ子供は小さいんでねあの全然ねあの添い寝でも問題ないんですけどもまあ、大きくなったらねやはりね添い寝はきつくなってくると思いますのでまあ、そういう意味ではですねこの4人まで利用することができて10万ポイントっていうのはね非常にいいですよね一応ねヒルトンハワイアンビレッジこちらねお勧めさせていただいておりましてここだとね7万ポイントで利用することができてこちらのホテルは18歳まで え、ソオッ OK っていうね、あの、公式の回答をいただいておりますので、まあ、18歳まで添い寝結構きついと思うんですけども、あの、7万ポイントでね、4人、あの、4人までね、ソいネ18歳以下であれば、え、利用することができます。それではですね、次に、え、北陸応援割がね、3月から開始になるということで、公式サイトね、発表されております。え、旅で北陸を元気にしようということで、え、福井、石川、え、富山、新潟ということで、 こちらね、宿泊費がね、割引になる、えー、キャンペーンが来ます。で、対象エリアは福井県、石川県、富山、新潟ということで、最大50%お得にね、宿泊することができるっていうふうになります。すごいですよね。で、このね、えー、新潟県の方だけね、今、詳細が出ておりまして、えー、新潟応援旅割キャンペーンということで、えー、キャンセル料についてということで、こちら注意してください。キャンペーン停止などに関わらず、キャンセル料の保証は行いませんっていうふうになります。で、開始期間が令和6年3月 8日ということでまだね開始になっておりませんで開始になる前のね予約は対象外っていう風になりますんでこの点注意してくださいで実施期間が3月の16日から4月の26日宿泊分まで予算なくなり次第終了になりますで今回のね目玉としてはやっぱりコデラですよね旅行代金50%オフということですごいですよねで割引上限が宿泊単体サービス前1旅行につき2万円宿泊を伴う旅行 交通付き旅行商品の場合は1、一旅行につき1名2万円。宿泊を伴う交通付き旅行商品2泊以上の場合、一旅行につき1泊3万円。週型旅行商品、宿泊地は2軒以上。2軒は新潟、富山、福井、石川、いずれか2軒に限ります。一旅行につき3万5千円ということで、まあこういった感じでね、かなりね、割引率が高いね、キャンペーンが来るっていうふうになりますんで、 こちらの方面で利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、ひとまずですね、まだね、ここに書いてあると思いますけど、3月7日以前に予約された旅行商品にキャンペーンの適用はありませんということで、予約前はね、 対象外になりますんで、この点注意してください。それでは次にですね、来ましたね。え、こちらね、2 0 2 2年2月22日の朝9時にね、発表されたアメリカン航空のプレスリリースなわけなんですけども、なんとね、アメリカン航空はニューヨークと東京の間を飛行する唯一の航空会社になりますということで、これはちょっとね、ユナイテッドが飛んでるんでちょっとよくわかんないんですけども、まあ、とりあえずですね、アメリカン航空、東京、羽田、ニューヨーク路線ですね、 とうとう開始いたしますということで、6月28日にサービス開始っていうのが発表されました。もちろんね、この JFK と東京ノンストップサービスを提供する唯一の米国の航空会社ですということで、ユナイテッド航空が、あ、ユナイテッド航空は一応あれですね。ニューワーク空港だから一応あれなんだ。ニューヨークじゃないからこういう風な書き方をするんですね。ニューヨークリバティ空港のユナイテッド航空のあれは、 一応あれはニュージャージー州なんでこういう言い方をするんですねやっと理解できました最初これ見た時になんでだろうなと思ったんですけどそういうことですねアメリカンは JFK と東京間ノンストップサービスを提供する唯一の米国の航空会社ですお客様日本航空と連帯して羽田30市以上の目的地に卒業できますということでこちらね予約自体は2月の26日から購入することができるということで6月28日にとうとうねアメリカン航空はニューヨーク東京路線で、ね ということでいや非常に朗報ですね この処便はちょっとね、乗ってみたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、正直、あの、これ行けるかどうかはね、ちょっとお借りしないな部分がございますんで、まだ断言はできないんですけども、ちょっと行きたいですね。前回ね、あの、急遽帰ってきてしまいましたんでね、行きたいなっていうところなんですけども、まあ、とりあえずですね、アメリカン航空ね、ワンワールドでね、JAL のステータスもね、利用することができるっていうふうになりますし、どうなんだろうな、JAL の特典航空券で、これアメリカン航空のね、ニューヨーク往復ね、発見しようとすると、往復 だとね、3万5000マイル、片道ね、往復で7万マイル、エコノミークラスにはなりますけどね、発見することができるんですよね。もちろんアメリカン航空なんで、ネイサーチャージかからずね、発見することできるっていう風になりますんで、それでね、この日付が取れたらね、ここら辺の日付が取れたらね、めちゃくちゃいいんですけども、とまだわかんないですね。ひとまずね、6月の26日からチケット販売開始みたいなんでね、私はね、チェックしてみたいと、 思います。いやー、いいですね。それでは次にですね、こちらね、ちょっと面白そうなのが、えー、発表されております。全日空商事グループで共通新商品ブランド、ANA フィンズ販売開始ということで、えー、日本全国、世界中から選び抜いた平ら揃で欲しいが見つかるということで、こちらね、ANA で 新しいね、新ブランド、ANA ァンズっていうのはね、発表されました。まあこれね、スーツケースとかもね、今後展開していくっていう風になりまして、グルメ、バック、トラベル、ライフスタイルという感じでね、しかもこれがね、ANA ョッピング ANA タイル ANA モールで、えー、こちら、あとね、ANA ェスタとかでもね、販売するみたいなんでね、まあもしね、あの、どっか ANA ェスタとかね、立ち寄った際にはですね、こちらぜひチェックしてみてください。2, 2月の20日より商品販売開始してるみたいなんでね。 それでは次です。えー、ハワイアン航空なんですけども、ちょっと前にね、えー、細かい話でしたと思うんですけども、あ、一本の動画にしたかな一本の動画にしましたね。えー、ハワイアン航空っていうのは、アラスカ航空に買収されたんですよね。で、これ、承認されるかされないか、株主のね、どうなるんだろうなぁ、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、えー、こちらね、買い取りをね、承認ということで、まあ、これね、もう間違いなく、ハワイアン航空は、えー、アラスカ航空にね、買収されて、またね、ハワイアン航空は、 えー、ワンワールドね、加盟がこれで確定っていう感じですね。ですので、まあ、前回ね、話した時にですね、海外のブロガーとかはね、もうこのハワイアン航空は、まあ、アラスカ航空の一部になって、名前自体はね、残るみたいなんですけども、 アラスカ航空のマイルでね、このハワイアン航空今後利用することができるようになるっていうね、まあ見通しを立ててたわけなんですけども、まあ今回ね、この買取承認もね、発表されましたので、今年以内にはね、まあ前回の時から言われてたわけですけども、アラスカ航空のマイルでね、ハワイアン航空発見できるようになるんじゃないかみたいな、そんな話になっておりましたんで、ちょっと楽しみですよね。この日本路線もね、 ハワイアン航空はハワイ路線ね飛ばしておりますんで、それがアラスカ航空のマイルでお得に利用することができれば結構またがね変わってくるかななんていうふうに思いますので、これはね楽しみですよね。まあ一応アラスカ航空のマイルはね、 2024年の3月にね、また、必要マイル数がね、距離数に変更になりますんで、距離数で本当に一律で分けられるとね、JAL と一緒になっちゃうんですけども、もしね、このハワイアンだとちょっと安いみたいなね、今のスターラックスコークみたいな感じになってくれると、ちょっとね、いいなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、こういった感じで、ね、発表されましたんで、頭の片隅に残しておいてください。それでは次にですね、前回か前々回ね、こちら触れさせていただいた13年ぶりに JAL カードリニューアルということで、 え、こういった感じのね、デザインに変更になるんですよね。まあ、こちらね、まあ、前回話したと思うんですけども、え、2月の20日よりね、カード発行する分からね、提供開始ということで、え、2月20日ね、過ぎましたんで、もしね、新しいデザイン欲しいっていう方は、ぜひね、ぜひね、カード裏面のね、デスクに電話していただいて、新デザインね、発行、え、依頼ね、していただければなと思います。私もね、こちら、え、発行お願いね、させていただきましたので、まあ、カード到着したらですね、皆さんにね、お見せできるかななんていうふうに思いますので、楽しみ にねしといていいくださいそれでは次にですね、こちらユナイテッド航空の LINE 公式アカウントなんですけども、こちらね、今ね、LINE 公式アカウント新規友達登録するとえ、マイレージプラス500マイルがもらえるキャンペーンが来ているんですよね。で、こちらね、あの、 お友達になってない方はですね、概要欄にね、ユナイテッド航空のね、LINE 公式アカウント、新規お友達登録のね、URL 載せておきますんで、え登録してもらって名前とマイレージ番号と年齢だったかな、まあ、入れればね、500マイルもらえるっていう風になりますんで、これはね、ぜひやっといてください。 で、次ですね、ファミペイボーナスということで、ファミペイのアプリね、皆さん開いてみましょう。こちらね、定期的にね、これランダムで配ってるんですけども、ご利用感謝ボーナスということで、ファミペイの残高ね、100円もらえてるっていう風になるんですよね。私ね、前回対象外で、前々回対象だったんですけども、今回ね、もらいました。で、このね、ファミペイのボーナスっていうのは、いや、ファミリーマートわざわざ行かなきゃいけないじゃんって思うかもしれないんですけども、バーチャルカードね、持っている方は、普通にね、あの、アマゾンギフト券ね、あの、カード番号入れて、 購入すれば終了っていう風になりますしまたねあのスイカとかにもねチャージすることできるっていう風になりますんで特にねあのどっかに行かなくてもね消費することできますんでファミペイボーナス来てないかぜひねチェックしてくださいそれでは次ですねこれがね今回の細かい話で一番のね大きい話になるかと思うんですけどもなんと JAL マイレージパークでポイントをマイルに交換で最大25%レートアップキャンペーンが 3月1日から来ます。期間はね、3月の31日までということで、期間中に参加登録の上、対象ポイントをマイルに交換していただくと、通常交換マイルに加えて、最大25%ボーナスのボーナスマイルを積算しますということで、めちゃくちゃいいですよね。 はい。で、エントリーがね、必須になっておりますんで、ぜひね、エントリー忘れずに利用してください。で、こちらはですね、最大25%、どこかね、まだわかんないんですよね。これがどこなのか非常に、えー、気になるところなんですけども、どこなんでしょうかね。 ちょっとね、あの、全然有名じゃないところだったらね、ちょっと残念なんですけども、25%はまだね、発表されておりません。で、いつも通りね、20%のところが、セゾンの永久不滅ポイント、またね、ポンタポイントが20%レートアップ来ておりますので、ジャルマイルね、貯められている方は3月1日からね、こちら開始になりますんで、まあ、この期間にね、交換ね、しておきましょう。で、またね、10%レートアップということで、アメックス、MI ポイント、イメージデミズ、 えー、プラスポイントとかね、あとおきづきポイント、JR キューポとかもね、あとダイナスか、来ておるっていう風になりますんで、もしね、ここら辺のポイント、ジャルマイルに交換されたいっていう方は、利用していただければなぁと思います。これはね、非常にいいですよね。この25%レートアップが非常に気になりますね。 それでは次ですね、えー、LINE 公式アカウント、私の LINE 公式アカウントでね、お得案件、えー、今ね、案内出しております。こちらね、非常に簡単に2000円もらえる案件が、えー、この、オルタナとガラでね、やっているっていうふうになりますんで、私の LINE 公式アカウントに、ここにね、あの、文字入力で、オルタナ、もしくはガラ、まあ、アルファベットでガラって入れていただくと、案件ね、出るようにしておきますので、ぜひね、こちら、えー、利用してください。細かいね、ポイントにはなりますけども、もちろん、AN マイルジャルマルもね、交換できるポイントもらえるっていう風になります。 まますすでぜひねこちら利用していいただければなぁと思いますはい、ということで今回ですね、ちょっと細い話まとめてね、紹介させていただきましたけども、いやね、ハフがね、ニューヨーク、えー、利用することができるようになったということで、非常に嬉しいですね。というのも、ニューヨークね、昔ね、ハフ利用することができたんですよね。まあなんかね、よくわからない、本当にエ,エアビーみたいなね、ところが対象で、 コイント数もね、めちゃくちゃ少なかった、コイン数が。コインだったかな本当に少ないコインでね、利用することができて、それがね、あのー、次回ね、どんな感じで使おうかなと思ってたら、そこね、対象外になってしまって、もう利用することができなくなってしまったんですけども、まあ、今回ね、ニューヨークとかサンフランシスコ、ロサンゼルス、あとね、ヨーロッパとかでもね、利用することができるようになったということで、このね、月額制宿泊サービスね、本当に登録して、入会キャンペーンがね、あった時に入会して、 利用して、休会していただくと、 めちゃくちゃお得にね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっと海外だとね、必要コイン数ね、課金しなきゃいけない部分あるかもしれないんですけども、まあ、それでもね、普通に利用するよりもね、絶対お得にね、利用することができると思いますんで、まだね、ハフ入会されてない方は、次回のね、入会キャンペーンございましたらね、また動画出したいと思いますんで、ぜひね、そちら待ってからね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断、マイルクレカ診断、利用することができるようになりましたので、こちらからね、ぜひ利用してみていただければなと思います。こちらのね、診断系のコンテンツは一人一回しか利用することができ,ませんできませんので、慎重にね、選択していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。